マガジンチャンネル、今週も始まりました、シャンフローチャンネル。皆さんこんにちは、脇あずみです。私は最近ワクチン2回目打ちました。もう痛かった。私注射嫌いなんだなと大人になって気づいて、マジで注射打たれると気失いそうになるんですよ。もうそれを我慢しながらね、もう痛い痛いなって思いながら、でもきっとね、もう強い体になったと思いますので、これからは健康な脇あずみになりますよ。いつまで話せばいいんですか、これは。なんですか、辛かったですか。辛かったです。全然世間話なんもないですもん。世間話ないですか。ないですよ。いや、オープニングでなんかちょっと脇さんの近況とか聞けたらなと思ったんですけど、はい、いや、なんでもないです。ワクチン打ったんですか。ワクチン打ちました。ちゃんともう強い体です。2回も打った。2回打ちましたよ。大丈夫でした。ダメでした。本当に辛かったです。ね、辛かったんですけど、今はすごい元気なのでね。じゃあこれからも元気いっぱいなわけ、はい、元気いっぱい楽しくやっていきますよ、はい。まあ、シャンフローチャンネル、まあ、ちょっと5週ぐらいのゲーム企画やってきたんですけど、ね、はい、今回ちょっと、またこちらにやってきましたが、はい、はい、そう、久しぶりに来ました。来ましたね。編集部の前ですね。はい、はい、そうなんですよ、うん。2ヶ月ぶりぐらいですかね、こっち来たのは。そうですね、そのくらいですかね、うん。まあそうなんですけど、で今回ですね、はい、まあ脇さんに、うん、ちょっとぜひやってもらいたいことがあるっていうことで、ちょっと今日、撮影していこうかなと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね、はい、エレベーターが無人です。無人です。無人でした。無人でした。怖いですね、はい。はい、脇さんにやっていただきたいことがあるということで、ちょっとこちらの方に来ていただきました。はい、シャングル文化担当、井上です。井上さん来ました。井上さんですね。はい、今日は私何をやらされるんですか。ですね、今日はこれをちょっと作る一部工程を脇さんにお願いしたいかなと。これを作るんですか。これを作ります。私でもできるんですか。できます。まあ、これを全部印刷とか丸々ってことではなくて、はい、この雑誌になるために作家さんから原稿をいただいて、はい、一番最初に僕ら編集がやってることっていうのを脇さんにお願いします。はい、すごい。だってそれ編集部の方しかできないようなことですよね。そうですね。それ脇さんでもできるんですか。脇さんならできます。私ならできる。器用な作業とかではないですか。大丈夫です。ああ、器用な作業は苦手。絶対できないです。はい。不器用なんですか。不器用ですね。あ、そうなんですね。はい、なんかトーンを張るとかそういうのはできないんですけど。アシスタントさん。そうですね。じゃあ僕らもです。なるほど。でも楽しみ。声優がやるようなことじゃないですもんね。そうですね。編集が普段やってることなんで、ぜひぜひやってみて。嬉しい。それはもう編集部でやる感じですか。編集部でやろうかなと思ってたんですけど、編集部なかなかにやかましいので、やかましい。静かに作業に集中できる場所。そっかそっか。井上さんのテーブルとかもやっぱ作業できるようなスペースはなさそう。そうですね。前に見てもらったところから進歩はしてないという気がします。じゃあ平和なところでやりましょうか。はい、そうですね。井上さんの机立ちたかったです。ガチャガチャしましたからね。汚かったですね。汚かったです。じゃあちょっと作業できるところに移動ということですか。はい、じゃあ行きましょう。はい、落ち着ける場所に来たんですけど、はい、ちょっとこれ見てください。こんなの今までありましたっけ。シューマガ学生人気ナンバーワン、これビッグポップって言うんです。ですごくないですか。シャングリラフロンティアのこんな私と同じくらいの大きさのポップ。ポップです。書店さんだと、はい、普段だとこうこのぐらいのサイズのポップが置かれてるんですけど、はい、それがでっかいのでビッグポップです。でっかいサイが。これ作ったんですか。作りました。多分全国でも置いてる店舗が100とか200だけかな、はい、書店さんで。一部の店舗に限られてる。でも置いてくれてるの嬉しいですね。超レアじゃないですか。超レア。こっち裏が36
すごいかっこいい表情してる。あ、いいですねこれ、迫力ありますね。こういうのさもらえないか、これ持ってきますで電車で電車でこれを電車で私持って帰ろうかな。家に置かないんで家に置かないんでちょっと大変かなこれは。こんな大きい宣伝のものまで作っていただいたんですね。どんどんじゃあちょっとサングリアフロンティアもちょっとこうやっていろいろ。そうですね、もうもっともっといろんなものを作っていこうかなと思ってます。楽しみです、はい、移動してきましたけど、はい、今回はどういったことを。はい、まあ、さっきこれを作ろうという話をしたんですけども、シャングリアフロンティア雑誌になると、はい、まあ、こうやって載ってたりするわけなんですけど、はいはい、作家さんから原稿をいただいて、はい、一番最初にしないといけないのって、はい、吹き出しの中に文字を入れたりしないといけないんですよ。これがないと何も入ってないものになっちゃうので。私それ漫画家さんが入れるものだと思ってました。これ実は編集者が入れる、一般的に入稿って言われてる作業なんですけど、はい、ちょっと順を追ってお話をしてしまうと、そうなんだ、それすら初めて知らなかったです。これ意外と初めて見せる気がするんですけど、はい、これ藤先生のネーム。ネーム、すごい。多分本当に初めて見せる気がする。初めて、こうやってネームが出てくる形で、はいはい、まあ、これを元にして僕らは藤先生だったり片根先生だったりと打ち合わせをするんですけど、うんうんうん、これでじゃあネーム OK ですねってなると、はい、藤先生が原稿をやってくれて、うんうんうん、原稿が完成して僕らの手元に届くと、うん、こうなってます。本当だ、文字が何もないまんまだ。これが、これがこれ、こうなるっていう、ああ本当だ、感じです。面白い。で一応藤先生は、はい、親切な人なので、うんうん、仮で文字をとりあえず入れてくれたやつはくれるんですよ。こうやって丁寧な方ですね。これはまあ言ってしまうと、うん、この一番最初のネームと見比べて完成原稿だと、うん、あのセリフここにありますよっていうのが分かるようにして、なるほどね。でただ、はい、これは藤先生の方でそれを分かりやすく入れてくれてるやつなので、うんうん、ここから文字のサイズであったりとか、うん、いわゆる書体、はい、明朝書体とか、うんうんうん、ゴシック書体とか、はい、そういうものを僕らの方でここはこれがいいよねっていうのを考えながら入れていくっていうのが入稿作業。文字の形も先生が考えてるわけではないんですか。そうでもないんですよね。そうなんですね。一般的にはここはこの書体っていうのを僕らの方で決めて入れていく。そうなんだ。じゃあこの吹き出しにちょっと吹き出し小さいなと思う時あるんですか。ありますただ藤先生はやっぱりそこら辺お上手なんで、あ、ちょうどいい吹き出しの大きさにしてくれるんですね。ここに文字が入れるよって思ってこのぐらいの文字数が入るなと思ったら、うん、このぐらいのサイズがいるよねみたいなのを考えて作ってくれたりします。へー、そうなんですね。初めて知りました。漫画家さんがやってるのかと思ってました。ただこう、うん、編集者さんのセンスじゃないですけど、うん、そういうのも、まあ、結構問われる瞬間はあるっていうやつですね。そうですよね。井上さんどうなんですか、この作業は好きなんですか。僕は好きじゃなさそうですね。好きかと言われると好きな瞬間と好きじゃない瞬間があります。どういう違いなんですか。すごくいわゆる文字が多いタイプの漫画っていうのは必ずあるんです、うんうんうん、で疲れ切ってる時にその作業に入るとだん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 文字が全部同じに見えてきて頭がぐる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 し始めるんですけど、その時はなんだかあーってなるんですけどそうじゃない時は基本的には楽しいんです。あ、そうなんですね。でもシャンフロってすごい文字が多いイメージがあります。そうですね、ただシャンフロは実を言うと、はい、普段のこの作業僕じゃなくていわゆるもう一人の N 氏、あ、長井氏がメインでやってくれたり、 N 氏さんがやられているんですね。まあそれはやってるっていうかなすりつけてるっていうか、まあ実質そうですね頼んで頼んでですね。基本的には長井氏のやってくれたものを僕がチェックして、はい、ここはこうしようみたいな修正を入れていくっていう。
なんかダブルチェックというそうですね、で僕らがチェックしたものを改めて片山先生と藤井先生も見てもらって問題なかったら、まあ、雑誌に載る形になります。へえ、そうなんだ。でも今日これ見せてくれたってことは、もしや私がこれをやっていただく、この文字を貼り付けるってことですよね、このセリフに。そうですね。シャウフロチャンネルでは皆さんからこんなことやってほしい、こういう企画が見たい、マキちゃんにこんなことを挑戦してほしい、ゲストにこの人を呼んでほしいなど、シャンフロや週刊少年マガジンに絡めたリクエスト企画を募集しております。動画のコメント欄に書き込んでもらうか、概要欄にあるシューマガ公式ツイッターにコメントしてもらえればと思っております。あと作品のツイッターにもお願いします。企画とかは採用された方とかになんかプレゼントとかしちゃいますか、はい、あ、いいですね。なんかシャンフロのオリジナルグッズとか今ぜひ頑張りますといただけました。なんかさっき描いた絵とかもね、もしかしたらグッズになってるかもしれないしね。え、私のこのこれグッズにします。グッズにしちゃっても手取り早くね。え、手取り早く低予算でいきますかなんかもう私もできることなら協力しますので、ぜひね、まあ、これでも良ければ全然使ってくださいリクエスト企画を応募しておりますので、皆さん一緒にぜひシャンフロを盛り上げていただければと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこの動画が面白いと思ったら高評価ボタンと、そしてチャンネル登録お願いします。さよなら、バイバーイ。